今日の都内は朝から快晴の穏やかな天気となり、各行楽地はどこも親子連れなどでにぎわいました。渋谷区の代々木公園では一足早い冬の景色を楽しめるイベントが今日から始まり、子どもたちの歓声が響き渡りました。爽やかな秋晴れのもと、代々木公園の一角には真っ白なゲレンデが。冷たかった。東京じゃあんまりできないことなので楽しかったです。少しなんかスリルがあって面白かったです。思ったより早かった。なんで溶けないんだろうと思った。代々木公園で開催されているのは、ソリでゲレンデを滑ったり、小さな雪山で雪の感触を楽しんだりする東京雪まつりです。他にもトランポリンやワークショップといった遊べる場所も用意されています。このイベントは献血や骨髄ドナーの登録などについて多くの人たちに知ってもらおうと開いたもので、イベントを主催した新井さんは、自分自身が骨髄移植を受けたおかげで命が助かったという経験を持っています。まずは若い人に知ってもらうためには、やっぱり楽しいとか面白いとかかっこいいとか、そういったコンテンツを揃えることによって人が向かってきてくれて、知ってくれて献血したりドナー登録してくれる、と思ったんで、こういうイベントを2011年からスタートしてます。このイベントは明日も開催していて、プロの選手たちのスノーボード大会や音楽ライブも行われます。